超フィーチャーストーンズですね。今回はですね、ビックリマンチョコを買ってまいりました。はい、ということで。はい。ね、しかもこれビックリマンチョコじゃないんだよね。うん、スパイファミリーマンチョコ。ね、ちょっと言いにくい。そう、スパファミリーマンチョコみたいな感じ。ね、まあね、まあ簡単に言えば、スパイファミリーとビックリマンチョコのコラボというか。そうですね、これすごいなんかバズってるらしくてですね。ね、はい。でですね、まあね、一応こちらね、なんとですね、関東ではね、ちょっと先行だったらしいです。あ、そうだったんだ。そうですね、まあね、関西とかではちょっと後っていう、だいぶ後になっちゃったんですけど。なるほど、だからなのかな、うん、もうどこ行っても売り切れ多数で、ね、もう出てる限りですみたいなこと言われてきたのに、うん、やっとね、揃えてね、こんだけ手に入れることがやっとできましたっていう感じだったんだよね。うん、でですね、はい、まあね、まあ表紙が2つこちらですね。はい、こんな感じになっております。なんか紫とオレンジ版ってことかな、うん、横が。ね、そうですね。ちょっと、あれだよね、同じ絵なんだけど、こっちにはボンドがいなくて、こっちにはボンドがいるっていう形で。あー、そかそかそかなっておりまして、はい、で、全24種類。はい。で、まあね、シークレットは4種類。あ、そんだけしかないんだ。まあね、まあ、サイトによるとですね、はい、まあね、通常のものが20。うん。まあ、各キャラ。はい、っていう感じで、で残りの4つがスペシャルバージョンということで、はい、ね、まあ名前だけ言っていきます。スペシャル1がアーニャ&ボンド&ブラックゼウス、はい、でスペシャル2がロイド&ヤマト王子、へー、でスペシャル3が夜&十一花天使、うん、でスペシャル4が、アーニャゼウスということで。はあ、なんか結構メルカリとかでもさ、高い金額で売買されてるみたいなね、これシールは、ね、うん、一応ね、まあ結構、映画が主体ですね。あ、そうなんだ。そうですね、なるほど。で映画のキャラももちろん、うん、で学校のメンバーももちろん、はい、っていう感じですね。なんか見た感じでは、あ、ボンド欲しいな、ボンドフォージャーのやつということで、はい、ね、いいなっていう感じがしますね。そうです。なので、あとダビアン・デズモンドとか欲しい、ね、うん、かわいいよね。またね、これがね、揃えたくなっちゃうんだよね、こういうのやるとね。まあね、最低24個は買わなきゃいけない、ね、無理だっていう、ね、はい、でね、まあね、6個っていう形でやっていきたいと思います、はいはい、まさか違うお店で買ったからダブることはあるまいどうなんだろうね。ねえ、ああいうの難しいところですね。30枚だっけ、なんか24ってまた半端やんね。ね、うん、24分の1か。そうです。ちょっとね、たまにでもダブるんだよね、ここの。そうです。ね。ね、10分の1とかでもダブるときある。ダブるんですよ、本当に。ということでね。はい、では早速開けていこうか。ドキドキするな、ワクワクする。ワクワクするよ。どうします。はい。もうこのままいっちゃうか。はい、どうも、ね、ちょっとね。ちょくちょくして開けていこうか。そうですね。うん、でこれね、あのパラパラパラって落ちるタイプなので、そうなんです、靴落ちるタイプなので、どれをなるべく落とさないようにということで、はい、ちょっとハサミ落としちゃいますけど、うん、いいよいいよいいよ、いや誰も言ってないけど、私がいいよいいよいいよって。そうなんです、こういうのね、これからね、虫の季節になるんですごい気をつけてて、虫がとにかく嫌いで、うちの家族はね、うん、なので、本当、まあこんな感じでもザ入ってます。でもこれさ、ビックリマンチョコは美味しいんだよね。うん、これね、バンダイのどっちかっていうとね、あのチョコはちょっとえ、何言われたの？マジか。何？一発でこれかっていう。ジョージ・グルーマン、あの、いたじゃないですか。ほら、転校するとかしない。あー、でもいい、いい、すごくいい。転校しなかった子だ、結局、うん、ね、うん、お金がなくてって言ってた子でしょ。うん、なんとかなっちゃう。あ、でも面白い、やった、おもろいな。あ、でもいいんじゃない？うん、いい、いい、いい、すごく。なんかこういうね、サブキャラ的なものが結構好き、私。だから、あ、いいですねっていう感じなんですけど。でも本当にね、はい、ね、ね、本当にそのまま入ってる感じあるんで。これさ、先生とかも入ってるからね。ね。すごい面白いわ。これね、袋入ってくれるとありがたいんですけどね。あ、確かに確かに。なんかちょっと汚れちゃうんですよ。そうそうそう、ついてるからね。なんだろう、なんだろう。出すのが大変なんですよね。そうそう、後ろまで切っちゃえばいいんだよ、ハサミでジョキジョキジョキって。あ、そうするとね、お菓子ごと落ちてくるんですよ。あ、そうなの。そうです、このまま入ってるんで。でもさ、後ろもジョキジョキってやると出しやすくなっちゃうの。あ、ボンドです。やった、嘘でしょ。そうです、言っとった、野菜一気に。うん、ボンド。やったね。
本当にねこれ大変なんですよ。左これね両方開くと下にやった時に落ちちゃうんですよね本体が。あ両方っていうか後ろもちょっと切り目を入れると開けやすくなるね、うん、頭と背中。これ全部私が食べるんだから多分何が出るかな、何が出るかな。なんか私たちね、あのね、あのあれね、メンバーシップなんて会員、うん、の始めたんですよ、YouTube でね、うん。としたらね、やっぱちょっと入り方が難しいっていうね、あのコメントが入りまして、ね、そうなんですよ。なのでね、コメントあのちょっと待って、あのなんだろう。やっぱり難しいのかちょっと分かんない。その携帯によっても違うのかなと思ったり、うん、ね。そうですね、うん、なんかね、どうやってやあの説明したらいいかいつも分からなくて、分かんなくて、ね、スペシャル出ました、はい、お、出た、うん、そう、ノイズアンダル大和王子ですね。こちらが、スペシャル2ということで、わぁてかさ、こんだけしか買ってないのにさ、出た、はい、うわ、これは激アツでね、まあなんか運使い果たしたかもね ね、これでね、中途半端なキャラがねダブルって結構きついんですよね。うわね、やられられる。ね、まあね、メンバーシップ分かんなかったらちょっとコメントください。はい。ね、なんかね、やっぱりちょっとその携帯によってどういう表示になってるか分からないので。でね、なんか URL みたいのがあって、なんかそういう共有用の、うん、なのでそういう風にもできるんで。なんか他の方でもね、なんか入りたくても入れないよって方がいたらね、ぜひね、コメントで教えてください。なんかね、やっぱりなんかね、解決できるかもしれない。そう難しいみたいだからね、うん、そう、私たちのところからは入れないんですよ、もちろん自分たちなので、うん、フランキー、お、いいじゃん、フランキー大好きでしょ面白い、フランキー一番好きでしょ。なんかいつも思うんだけど、冬中さんフランキー好きだなっていつも思ってて、いつもね、なんか大笑いしながら見てるんで、うん、あれさ、スパファミのアニメって今度いつ始まるの？これね、いつだろう、いつだろうね、映画もまだやってる、やってる場所もあるよね、やってる場所ある、なんか前ね、行ったらね、入ってみた時のまだあったもんね、ってことはまだやってんだな、ね、まだハイキューもやってんだよね、あ、ハイキューやってるね、ね、まあさすがにさ、スラムダンク終わった、さすがに終わったか、なんかでも新しいんだすらしいよね、あ、そうそうそう、世界の作ってるって言ってたね、うん、はい、なんだろう、ユーリ、あ、いいじゃん、結構さ、これさ、いいね、このシール、さて、確かにこれ集めたくなる理由がわかる、今ね、気づいてるでしょうかね、アーニャが出ていないという、本当だ、なんでこれさ、やばいね、ちょっと集めたくなってきた、集めたい欲が出てきたよ、ちょっとね、絶賛ね、ジムザリクってあのよくガチャガチャを引くんですけどね、そうなんです、そうなんです、なのでね、100円不足っていうね、そうなんです、100円玉いっぱい集めてて、ね、今ねそ、なになに、なんで笑ったの、いやだ、なに、最後なんか笑ってたけど、なになに、え先生、ご先生ちょっと待って、アーニャはどこ、アーニャはどこなのね、アーニャはいない、え、グルさんもいな い, い, ない、え、何これ、ちょっと待った、え、これ男の人しかいないじゃん、そうです、目が点になっちゃって点点点点点、あれ女子がいないなぜに、ちょっと待って、これさ、いっぱいいるんでしょ、うん、アーニャちゃんもいっぱいいるんでしょ、アーニャは3種類、なぜにこれはちょっと、マジか、シルビア・シャーグッドとかもいるんだ、うん、なんのこれはちょっとリベンジしたくなりますよね、皆さんね、うん、だからみんな買うんだ、うん、なんかさ、デズモンドのお父さんとかもいいんだよね、うん、これさ、面白い、やばい、これハマりそう、私ちょっとほぼ全キャラ出てるだよね、うん、これは確かに面白いわ、いい感じ、このビックリマンチョコいいね、うん、うん、まあダブリはしなかったんで、うん、それが唯一の栽培かなっていう、そうだね、ね、さすがに6個しかね買ってなくて、ダブるのちょっと
さすがにそうだよね。私ねやっぱりビックリマンチョコのこの絵柄のが好きかなっていう感じが、うん、ちょっとあっちのバンダイ系の、うん、っていう感じもしないでもないんですけど、やっぱ面白いよね。うん、うん、だしだからこれファイルに入れてちょっと集めていこうかなというふうに思いますので、皆さんなんかダブっていらないのあったらぜひ送ってください。 YouTube までね、はい、言うのいただきますので、はい、でなんか交換します、そういう時は他のものと、うん、はい、フリチューさんの生写真でも送りますねというのは冗談です。はい、うちの飼ってるワンちゃんでもね、手元でも送ります、ね、はい、そんな感じでした。これちょっと ねちょっとまたねリベンジして揃えたいと思います。またねガチャガチャがねちょっと溜まってきたので、ね、出そうかなと思っておりますので、うん、はい、次回はガチャガチャかなと思ったりします。はい、はい、という感じでこんな感じでした。はいね、ちょっとはい、ということで、はい、では、しますね、はい、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。お願いいたします。では、またしましょう。 See you again。 バイバイ、またね。動画見てくれて感謝です。今日からキムもファミリーだ。この YouTube では毎週木曜日、金曜日に競馬情報、その他、くじ開封や旅レポ、おたかつなどもしております。そして元アイドルお姉ちゃんや可愛い愛犬ピーナッちゃんも登場するよ。そしてこの動画の副部長である美容さんによるメイク動画や、綺麗になりますよ、メイク動画や今話題沸騰の占いも出しておりますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてくださいね。ではまたお会いしましょう。 See you again。 シャキーン。バイバイ、またね。バイバイ、チェックしてね、登録してよ。